蒼天が好きで息子を殴ったらしい。まことか。蒼心は無事だったのか。気を失ったそうだ。それで慌てて蒼天が抱えて帰ったとか。大変なことなのよ、子供を殴るなんて。子を産む痛みを知っていればこんなことはできないわ。草刈りをさせたのです。そうしたら芯がウリまでダメにしてしまったもので、努力が水の泡です。それで隙で脅かしたらこいつが避けなくて。宗心はなぜ避けなかったの？人の子は孝行すべしでは。手が来るのを避けぬのならわかるが、隙だぞ。それでも避けぬとは相当抜けておるな。こいつめ。どちらの方が高級様ですか？私ですが、王族の方ですか？清国の商人で、軍を相手に飽きないよ。何でも、炉で最も学識が終わりとか、教えを請いに来ました。ここに商人が来るのは、間違っています。話とは違いますね。ああ。皆さんは、下働きですか？下働きだと？いいえ、共に書を読み学ぶ弟子たちです。いかなる書をいつもお読みですか？三皇五帝の記録や古の聖人の書です。義と理の違いや仁と悪の境を考えています。それは良い商売ですな。おい、金持ちぶるな。何者だ？当時私の年は21、若く分別を欠いていた。人生の半分を超え、死は多くの陰謀や殺戮が繰り返されるのを見ていた。死は心静かに弟子に講義をしながら自分たちで田畑を耕し暮らしていた。死は後に四十にして惑わずと言った。惑わずの意味は心の中が曇りなく、どんな言葉にも惑わされず、どんな誘惑にも動かされぬことだ。私の名は丹木氏です。お前たちはいつもかように申しておるな。無能なものを登用するから国が乱れるのだと。ならば尋ねよう。お前たち自身が重用されたら何をする？ん？私に遠慮しないで自由に話し合うのだ。誰か。炉の現状はと申せば、まさに戦続き。飢饉も絶えませぬ。私ならば3年で兵を鍛え上げ、国の民に礼を守らせましょう。さような国にすれば他国は攻めては来ませぬ。よいぞ、よくぞ申した。善友、お前はどうだ？私は、60里四方ほどの土地をいただければと。さすれば
3年で皆を上から救います。民に礼を守らせるのはもっと有能な人が当たった方が次は後世かだ。できるか否か分かりませぬが、もっと学んで諸侯が祭祀を行う際にささやかな信仰役を、さような役割で十分です。争点はいかがだ。私ですか。三人のような志はありません。気にすることはない。己の考えを話せ。ならば、春も終わりの頃、軽やかな装いで友人たちと川に入って体を洗い、高台で風に吹かれたい。それだけです。私もだ。さようなことがしたい。先ほどは何故白を笑ったのですか。祭りごとを語るには礼節、中でも謙虚さが最も必要だ。白の話には全く謙虚さがなかった。では善友を笑ったわけは。六十里四方の土地なら一国の大きさと変わらぬ。やはり国を治める話だ。国のことを語らなかった後世家は謙虚なのではいかがでしょう。諸侯の祭祀の信仰役、それも国の話だ。ささやかな信仰役ならば、大層な信仰役があるとでも言うのか。教えてください。先生ご自身の志は。ふと気づけば、我が弱いも四十を過ぎた。時に己に問う。国が混乱しているさなか、このままでいてよいのか。いっそ老子のごとく牛に乗って旅立つかと。だが私は老子ではない。若者といるのが好きだ。苦しむ人を見ると涙がこぼれる。野の民のためになる何かをやるよう頼まれたら、なすべきことは引き受ける。頼まれぬなら、このまま静かに暮らす。勝機は戦機のごとしという。稼ぎたいなら私といてはダメだぞ。金儲けはキリがない。私の心には悩みが多く、いかにして沈めればよいのか。沸騰した湯に水を差してもまた沸騰する。欲望の火を消すべきであろう。心の底に渦巻く欲望は沈まることがありません。変わりたいか。もちろんです。できるのか。馬車がなくとも平気か。平気です。玉をつけずとも。絹の衣は着られず、粗食を食べるのはそれでもよいのか。構いません。心静かになれるなら。己の欲望と己自身は別のものだ。欲望とはすなわち馬車や衣、富のこと。己のものだとしても己自身ではないのだ。この道理が分かれば心の迷いも減るはず。世のすべてには当然ながら清水がある。悩んでいる？
一体何を悩む。先生もお弟子たちも楽しげで実に羨ましい。さように思います。私たちの目標は己自身に打ち勝つことだ。剣で奪ったものはいずれ剣で奪われてしまう。己に勝ち、自分の心の主となれば平安で幸せになれる。己のために何かしても欲望は満たせない。民のためならば、たとえ些細なことであっても誇らしく思える。善良さと勇気がもたらす喜びは消えることがない。私志向は先生と共に学びたい。お願いします。師がこう言ったのを今でも鮮明に覚えている。己に勝ち、民のために行動すれば誠の喜びを得られるものであると。今になって師の一生を振り返るとその言葉通りだった。実際的ではない。師の言葉はそうも言われた。実際とは何だ。実とは理、際とはこの時だ。確かに師は実際的ではなかった。師は現実から影響を受けることはなかった。生涯にわたり常に倫理や正義、祭りごとの道理のため走り続けた。師が生前どれだけ人に笑われたか。各国の諸侯にせよ、貴族たちにせよ、当時の人々は死を理解できなかったのだ。誰一人生きとし生けるすべてのものに対する熱い思いと、弟子や子供、年長者への愛情を持っていた。文化や自由への憧れを押し広げて人に影響を与えていく。それが師の喜びだった。師こそ君子の樹なのだ。小聖母様、お待ちを。わかった。小聖母様。わかった、ここで待つとしよう。お父上よりも勤勉であられる。まことにご精が出ることと。6つの国は日々軍費を求める。あと数年のうちに牢は全てを吸い取られるぞ。連中が極府にとどまっておりますのは軍費を得るためです。既存家の領地は3人の族に奪われた。祝尊殿と毛尊殿は銭を出さぬ。あ、それでは王様に相談してみては。王様にも銭はない。皇宮は己の名を売ることに励み、諸国の間でも知られています。皇宮に6つの国の軍と交渉させては。兵を借りると申したとき皇宮は反対した。私は気分を害したが、今思えばは先見の命があった。おい、待て、そっちだ。ここだ、捕まえろ。こら、待て、逃げるな。待て、さあ来い。どうかしましたか。あの方は。皇太夫。お前は門のところで待っていなさい。はい。
皇太夫、幼なじみとしてお願いします。あなた方三人のことは子供には関わりない。あの子に罪はありません。どうかあの子を弟子にしてやってください。何を教えれば？良い人になること。それが一番難しい。父親が良い人ではないと分かったとき、子供が苦しむ。口実などではない、幼なじみでなければ言わなかった。だからこそ教えてやって。悪い人になれば一生苦しむ。たとえ出世したとて明日は知れぬものなのですから。そんなことがあの子くらいの年の頃は分からなかった。弟子にしよう。門様がお見えです。先生、既尊様がお見えに。弟子の無礼をお許しください。大層ご無沙汰を。既尊様、それは何ですか？分かっております。六国に出兵を頼んだのがご不満と。私も後悔しています。皆申しておるのです。炉で才のある者は皆先生の門下生。亡き父の顔を立て、何とぞ養殖についてください。お忘れでしょうか。私は政に関わったことがない。途方に暮れています。国は荒廃した。陽子と中良会が陽を奪い、祝尊殿と孟尊殿は領地を守るだけ。炉はもはやバラバラの有様です。この先、先生の意志は私の意志であり、先生の進む道が私の進む道です。こちらの玉璧と計はお持ち帰りください。お申し出への返事は考えます。早急にご決断を。局府の長官の印をすでに用意してあります。お見送りを。私には分かります。既尊氏様が今日ここに来たのは既尊家のため。軍費を払えなくなったのです。その通り。小生坊は投げ出す気なのです。これほどの苦境だ、神様も打ち破れませぬ。祝尊様と孟尊様は動かずただ見ているのみ。我らとてどうあがいても兵や銭は出せませぬ。善友はいかに思う？道理を口にして実行しないわけにはいきませぬ。されど今の炉の状態は先生の力でも挽回できませぬ。眼界、話してみよ。先生の教えは、仁義を貫くのに遠慮はいらぬ。民を救う話を前に、先生ご自身は保身に走るのですか？引き受けよう。これはなすべきことだ。皆の見識は眼界に劣っているぞ。皇宮の返事は？この炉国が危機を乗り切れるようしばし使うおつもりですか？何が言いたい？ご存じないでしょうが、皇宮という男は謙虚そうに見えながらその実傲慢なのです。優しいように見えながら突
き合いにくい男なのです。一時ならば役に立つ存在ではありますが、長く使えば既存様は平穏でいられませぬ。なぜだ。あの高級は他者に多くを求めます。耳障りが良くてもできもしないことを平気で言い出します。既存様、既存様、ロガ高級のみを当てにするのはいかがかと。それならば誰が今の局面を救える。高級は信頼できる。過ちは繰り返さぬ。私はあの人を心より評価しておる。皆様は局府でも徳が高く人望のある方々です。早速本題に入りましょう。局府の長官の仕事は町の民の管理。困ったことがあれば集まりましょう。皆で相談しながら解決するのです。話の通じぬ人と語れば言を失う。話が通じても心の内を話せなければ人を失います。私が局府の長官を務める間、一日一件処理するだけであっても構いません。何か。ああ、6つの国はいつ引きますか。弟子と知恵を出し合って策を得ました。年内には間違いなく引きます。戦は避けられぬというなら作物を収穫した後にしてください。ここ数年の間戦続きで女や子供が畑仕事を。兵は農閑期に動かす。これよりはそうしましょう。六国の兵が来てから多くの民が逃げてしまい畑も荒れた。そうなると強盗が増え、村同士が何かと争い、民が続々と訴えにやってくるのです。そのことですが、百戸ごとに数十人が集まれる場として冥堂を作って行きます。冥堂というのは州の文王が残したものですか。いかにも。その通りです。冥堂ごとに人望のある老人を3名選んで定期的に集まってもらうのです。全ての訴えを冥堂で検討させ、解決できるものは我らが預かる。いかがです。どうお思いですか。ああ、良いですね。国には国の法、家には家の法が。決まりを定めてそれに従うのがよろしい。そうでなければ個々の言い分ばかり混乱をきたしますからな。決まりは簡単です。私欲により争う者は罰する。国のための戦は讃えても、己のために争う者は事情にかかわらず厳罰で臨む。これが一つ目。二つ目、農業に励まぬ者は罰する。このところ局府は荒れ地が多い。それを開墾すれば3年の間国はその褒美として税を免除するが、農具を壊し牛を殺す者には重い罰を与える。三つ目、親不孝な者は罰する。親孝行で清廉な者を見極めて国の要職につけますが、親不孝で欲深い者は役人なら免職、民なら厳罰に。なるほど。この三箇条を聖堂の家内に刻ませ知らしめる。集落ごとに説明もさせましょう。我ら役人が守らねば家内を壊しても構わぬ。ご存知の通りです。私は祭りごとに向かぬ。されど炉がここまで弱くなれば、全ての者が力を尽くすべきでありましょう。ああ、よくわかりました。皇様、面会を。来たぞ、皇様だ。皆が訴えに来ております。しろ。
先生、皆訴えに。これよりこの門を決して閉めてはならぬ。民が訴えに来たらいつでも入れるのだ。はい。民を止める者は50たたき、誠実に応じなかった者も同様に。鹿先生です。誰ですか？去年弟子入りなさった方です。元は州の士官で、門下でも学問は一番です。口を慎めよ。鹿先生は棒を持っている。壺を心得ていて、叩かれると痺れるぞ。鹿先生、将校は初めてです。厳しくしすぎぬようにと父より伝言です。質問があれば直接聞くように。はい。院の東王がかの血王を討伐した際、東王は血王を攻める前に様子を探るために人を送り込んだ。民は血王が暴虐だと言った。暴虐というのは？暴虐というのは己の意の向くままに人に害を与えること、批判を聞き入れず増長することだ。その通り。ケツは王なのでは？人は皆常に大勢に囲まれており、成長して王になったり役人になったり商人になる。最初は子であり、やがて父となる。どんな人でも他者とつながりを持つことになり、一定の責任を負う。己の気分に任せ人を傷つけてしまうことを暴虐というのだ。東王はすぐに攻めず、一年して人を送り、かの都の様子を探らせた。民は血王の悪口を言うのも恐ろしがって、こっそり言葉を交わすとすぐ別れると言った調子。東王はそれでも攻めない。その翌年も都へ様子を見に行かせたが、かの民は顔を合わせても怖がって話もせぬ。空を見上げて歩くだけだ。東王はようやく出兵を命じた。院の兵は何の抵抗も受けなかった。血王の臨終の際、周りには誰もおらず、妃や大臣、悪行を働いた将軍も皆逃げたという。将校、いかが思う？血王の宝は？お前は宝が好きだな。最後まで聞こう。王ならば、すべての宝が手に入るのに、さらに銭を欲した。多くの人の支持を得ることが、まことの宝なのに。うん、その通り。将校よ、世の人々の忠誠こそ王にとっては宝だ。将校、将校、いるのだろう。出てきなさい。相手にするな。すぐに立ち去る。私の父です。将校、うん、出てこい。父上。将校。うん、どなた様か伺っても？何のご用でしょう？皇宮に話がある。出かけました。将校は我が子だ。預ける必要はない。自分で教える。将校は先生の弟子です。講義の最中です。要件は直接先生にお話しください。おい将校、将校。大声を出さないで、抗議をしているのです。これ以上騒ぎ続けるなら追い出すことになります。おい、好きにしろ。あいつなど
育てた覚えはない。高級がさらったのだ。六つの国の兵は国を離れて久しく教習を覚え、蔡の兵は冬の衣を、宋と姓は兵の交代を求め、宋王も姓王も費用のことに関して。もうよせ。やめよ、それ以上読むな。先生、突然目が覚めてしまうのです。熱い鍋に入れられた魚、自分がさように思われて、やがて力尽き、跳ねることもできなくなり、思考を使者として生へ。使者なら今まで何人も送った。西王は一向に会ってくれません。我々には兵も財もないのだから、それも当然です。しかし思考、先生、先生の弟子は君子揃いでも、交渉の相手は剣を持った精進なのですぞ。街中で丸腰のままいくら西王を罵ったとて、名声を得られることはあっても兵が引くことはないでしょう。私は局府の長官、兵を引かせるのも仕事のうちですから、泰然としていてください。うろたえていては皆に方策がないと思われます。報告、小生坊様がお見えです。先生、同席を。私は外します。小生坊も兵のことで来たのでしょう。優れた策なら取り入れればよろしいのです。一時しのぎのためだけに国を売れと申したら、ご一行なさるべきかと。高級は思考を姓へ送り込むつもりなのですね。思考を使者とし、年内に兵を引くよう交渉に当たらせる。なぜ思考なのです。使者は別のものでもよいはず。高級の弟子に花を持たせる必要が。あの門下の者たちはただ大げさに仁義を語っているのみですぞ。強い姓には通用しない。仁義を語ったところで虎に皮をねだるようなものです。そなたはその話のために来たのか。六つの国の中で姓が最も強く最も横柄です。炉の祭りごとを姓に任せて、今よりさらに勢いに乗せれば、利益を姓に独占されてしまったと思い、他の国は引くはず。それと同時に、その5つの国に人を送って利害を解き、少し甘い汁を吸わせる。さすれば双方が牽制し合うでしょう。そして姓には飲み込んだものを遠からず吐き出してもらうのです。高太夫は見事に言い当てたな。何のお話ですかな。高太夫は言った。そなたが持ち込む策は売国であろうとな。ならばお聞きします。国と既存家に残っている銭はあといかほどでしょうか。荷物は用意できたか。明日の早朝立ちます。賞賛は六七分。先生のお考えは。六七分では低い。
6つの国の兵が引かねば、新しい法も進められぬゆえな。国と既存家の金庫はほぼ底をついた。存亡の危機に瀕している炉の命運はお前にかかっている。6つの国の兵を年内に引かせると既存様に約束した。それは無理です。炉はすでに幾度も使者を送っていますが、西王は会おうとしません。たとえ目通りが叶い良い返事をもらえたとしても時を要するはず。そうなるには半年以上かかるかと。この酒と杯、どちらが好きだ？それはもちろん酒です。これは？太公望が武王を補佐し、天下を平定した後に書き記したものだ。計り事があまた記されておる。私も若い頃に読んだが、お前に送ろう。先生、この杯は酒を継いでもよい、水を継いでもよいし、毒を持ってもよいのだ。計りごとに善悪はない。いかに使うかが全てなのだ。安永殿や小生坊のやり方なら私も知っている。なれど用いるに値しない。何故お前にこの書を送るかわかるか。剣謀術数など実は驚くべきものではない。先生、何とぞご教授を。武力を使う人は剣で死ぬが、剣は悪くない。計り事を使う人は陰謀で死ぬが、計り事に善悪はない。天下のことには良心を持って取り組め。この書に熱中するな。地位も名誉も失った時にこの話を思い出しても遅すぎる。死が計り事を語ったのはあの時のみ、一度きりだ。死はもとより計り事について無知なわけではなかった。己は賢い、そううぬぼれたものをたった一言で批判したのだ。一言とは？それは驚くべきものではないだ。今になって死があれほどまでに眼界を気に入っていたゆえんが分かった。眼界は心静かに質素に暮らし、大道を抱き偏ることはなかった。名誉にも権力にも無関係に生きた。私はできぬ。記しますか？不都合でも計り事は大道に反します。死は計り事をする人を嫌っていました。だが三冠氏の平定に峡谷の会はいずれにおいても死が計り事を用いたのに間違いはない。始皇殿の話を聞いたはず。計り事も目的による。聞きたくない。己の目で見た死より他は受け入れぬ。私が間違ったかな。
高級はやはり我慢できなかったか。局府の長官になった。たった一日で14もの命令を出したそうです。いかにもあやつのやりそうなことだ。弟子の志向が西王のもとに赴き鉄兵を要請するとか。それは良いぞ。兵や馬をいずれもよく訓練しておくのだ。六国が引けば逆襲する。これはこれはご苦労様です。 お食事はお済みでいらっしゃいますかな。ああ、それより一つお聞きしても。はい、何でしょう。この臨死で一番おいしい料理と最も売れっ子の技場を知りたいと。臨死で一番おいしい店はもちろん臨死春です。そうそう、100年の老舗ですよ。売れっ子の技女といえばですな、はい、それはもちろん勘次第です。そうそう。よろしければ私が手配いたしますが。それはお世話をかけます。もう一つ頼みがあります。ここしばらくローン使者がいろいろとご迷惑をおかけしました。皆様の親戚や友人をできるだけ大勢集めていただきたいのです。臨死春でご馳走いたしましょう。いかがです。それは良い。それと監視台にいる娘の中から歌や踊りのうまいものを呼びましょう。良いですな。食事の際のおもてなしです。さすが豪快な方ですな。それで王様にはいつお会いになるのですか。そんなことは後回しで。昨天你在哪里？祝你。